今回は大阪は日本橋にありますインディペンデントシアターセカンドさんの周りをくたぶらしようと思いますよ。それでは早速行ってみましょう。地下鉄堺筋線恵比寿町駅の一番出口を出て右側に回りますと、早速一つ目の信号を越えてローソンがあって、ミスタードーナツがありまして、テクテク歩いていきますと二つ目の信号を渡ることになります。この信号を渡りまして、右手の電気街や立ち寿司屋さんやらいろんなものを越えていきますね。美味しそうですね。これ越えていきますと3つ目の信号に差し掛かります。こちらもずっとまっすぐ進んでいっていただきますと、道楽さんという DVD 屋さんにやってきます。こちらの隣にありますのがインディペンデントシアターセカンドさんになります。到着というわけで、私ナレーションさんがお送りいたします。界隈行ってみましょう。今回はですね、ジャングル、ジャングルじゃない、言うたかん、コンクリートジャングル、今のかっこいいやん、コンクリートジャングル、コンクリートジャングル、インディペンデントシアター神だな、セカンドの、プロデューサールームなのかな、よくわかんないや、あゆうちさんの部屋に来ております。あゆうちさん、名プロデューサーよっよ、何も出ないよ。じゃとかないの。なお歳暮とかありますけど。やらしいな。お歳暮ってもう半年経ってれば早く飲まなあかんで、これ。もうあかんやん。ちょっと黄色くなってかんの。これあれ飲み物も腐りますよ。あ、え、あかんかな。うん、これ多分。冷やしとか。しかも、ね、冷やしても。会社あってだからさ、どうしたらいいかなと思ってるうちに。はあ、開けようや、これ開けよう、あげちゃってもいいけど、開けていい、うん、ちょっとちょっとちょっと多分ね、飲み物だと思うからね、ぬるいけどよければ飲んでください。いやいや、そんな飲むのはもうね、物によるよね、ぬるいって言って、ジュース、でもセーブや、わー、なんかあれやん、ちょっとええ感じのやつで、すごい臭いそうなやつや、臭いそうやろ、これもう、ちょっとほら、あかんのちゃう、2011年7月14日、バリヤバいやん。え、もちろん終わってるやん。いや、まだまだ許容範囲やって、許容範囲まだ1週間経ってんやん。あ、お前、全然大丈夫。いや、全然大丈夫ことはないよ。これ、あゆみちゃん、お前、あの冷蔵庫入れた方がいいです。あ、了解です、入れてみます、後で。しかも、早めに飲んで撮れた映像は、あの、あゆみちさんが、あの、お歳暮をダメにしているっていう映像それまずいじゃないから。まずいやん。あ、誰から来たか言うといた方がいい。いや、あかん、あかん、あかん、もう呼んだらあかん。あゆうちさんに、その、いい場所を聞いたらええやないか、いう話ですよ。そうで、ここに来たんですよね。そう、はい、で、どう、涼しいところ、涼しいところ、愛想いいところ、愛想いいところやな。あ、愛想いいところ、愛想悪いところ多いねん、この辺。あ、いや、ここに言ったら。セカンドの向かい側に渡って、ちょっと北の方に上がってたら、昔二宮電機が建てたところ、空き地になってるんやけど、うん、そこ今屋台建ってるんですよ。あ、それいい、それいい、なんかね、怪しいもの売ってたりとかするのと、え、怪しい、怪しいもの、ちょっとあの、ま、ちょっと違法系なものとかも、え、何、薬、こら、あかん、やっぱり二人黄色な、腹立つわ。なんで自分黄色系、今日はおそろいや言うてんのに裏切って、チャーハンは。そう、そんな、ほんまに自己主張が強い。そんなに前に出たいわ。前に前に、お前らのその色のチョイスがそうなんじゃないですか。だって絶対かぶれへん色やん、普通は。そうやな、絶対かぶれへんのに。前に行こう、前に行こうして、もう二人でグイって出てもうたから、もうなんか後ろにいる俺が目立ってもうてるみたいな、わけわからん状態になってるやんか。もうやめて、そういうの。いや、もう夏は黄色やんか。そうやん、え、わからん意味なんで、ひまわりな感じやんか。夏は黄色やんか、ひまわりな感じやんか。ちょっと涼しそうやん。お前大学出とんのか。今、あゆうちさんに聞いてきたところを、はい、お中心に、はい、巡ろうと思っておりますよ。もう、すごいんですよ、暑いのが。もうね、ここ日本じゃないっていう感じの暑さですね。もうさ、さっきの部屋でもそうやったけどさ、うん、動きたくなかったもんね。もうね、今日はこの暑さは伝えたいよね。やっぱかぶってんの腹立つわ。なんかやっぱ俺なんか違う感じがするわ。だから言ってたやん、なんでそこ合わせてけえへんかな。まやすごいショックやわ俺。ちょっと今度からちょっと合わそうな。
なんかさ、もうほんまに何にも打ち合わせしてないっていうのがバレバレやね。そうやな。ほんまもう衣装さんもおらへんっていうのもね。衣装さんいるな。いるよ。いるかな。もうお願い。うわすごい。あれは何ですか。コスプレさんですか。コスプレなの。え、あのメイドさん違うな。え、シャックルーレット大富豪ができるお店に。メイドさんたちと。めっちゃええやん。今回はセカンドでしょ。はい。でもファーストバージョンもきっとやるでしょ。今日。今日はやらない。また次の日来てやるでしょ。その時はもう3人ともコスプレで。いや。初めて今日貼った。いや。否定を張ったか。コスプレとかは嫌な。もう石投げられそうじゃないもう。このここら辺の そういうお楽しみに来はった人らに。おいおい、舐めてんのか。お前ら、ふざけんなって。分かる分かる。そうだ。怖い怖いもう。君らの衣装も一種のコスプレやけどな、俺から言わすと。なんでこれ普通にまんま。まあ、募金してもらえ、いろんなところの募金を。ここやった、屋台村ここやったよ。あれ、ここだろ。もう今潰れてる、うん、やばい、潰れたもん。潰れてるのんけからやん。怪しい店だけど、そこに。そうやね、なんかあれっぽいなと思ったんですよ。マジで、お客さん見歩いてきたのに。あの、アイスちゃん情報で素敵なところがあると言ってきたらなくなってました。おっと、いきなりプロデューサー相内さんから教えてもらった屋台がなくなっていました。大丈夫ですか界隈メンバー。というわけで昔からのお店が多く残る5階周辺へ。ちなみにその昔2階建て以上が珍しかった時代に観光施設として5階建てのビルがあったことから地域の名称が5階になったんですね。私物知りっぽいですよね。わかっていいビルがあったんですか。いや、え、だって全然、え、あ、そう5階ではないよね。5階ではないよ。下げてる感じ。5階もないっすよ。うちは3階だよ。うん、あの、絶対3階です。キャロル。うわ、ほんまや、キャロルや。早い者勝ちです、500円。キャロル。うわ、キャロルや。キャロルばっかりです。キャロル好きやったやろな。全部これビニールでしまった。ちょっと待って、これ1袋丸ごと500円。これ買うたら福袋みたいよ。横でいらんかったんじゃん。え、どんなもん。ほぼキャロルが表紙に来てますけど。キャロルばっかし。いや、これキャロルばっかりじゃないで。これキャロル好きってこと。せやきら、せやきらやで、これあきら石川ひとみ。あー、昭和。だってもなんか、どうなの。恋の診断書。いいこと書いてあるよ。誰、またキャロルで書いてんだよ。お前キャロルちゃうやろ。キャロル書いてある。キャロルダグラス。いや、それがキャロル違いや。今日初めてのキャロル違い。キャロル違い。あ、これがオタロード。え、これが皆さんオタロード。皆さん、これがオタロードですよ。初めて来ますわ。どういうロードなんですか、これは。オタロード。誰も答えられへん感じ。あの、そんなに普段来ないメンバーなんで。何を。あれや、例のあれや。耳に毛ついてる。面白いやん。メイドとメイドリーミング。マットパンダ。すごいね。キュッキュッしてるけど、でもこれ撮影入ったら面白いけどな。誰か。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。撮影はダメなんですか。はい、すみません。撮影やっぱダメなんだ。撮影はダメなんですよ。すごいかな。新しいのできたよ。怖い。あ、まだなんかウサギちゃん多い。どれどれ。あ、ほんまや。耳は4つあるっていうことやからね。あれ耳ちゃう。あ、耳ちゃうんか。2本か。ちょっとあの人の話聞いていいですかって聞いてみようよ。みんな弱気やな。いや、ちょ、行ってきや。なんで行ってきやん。自分やろ、こいつ行くんやと。ちょっとこれネットでね、配信している番組なんですけど、なんかインタビューとか、なんかそういうのとかって撮っていいもんですか。私とかお店とか。でもお店の許可取らなくなってる。オーナーに聞かないとわからないんですけど、一度ご案内させていただきます。すいません。行けるかどうかまだわからんねんけどね。わかんない。これでも今、連れて行って戻ってるけど、はい、
撮影 OK かどうか分からないから今こちらに来ています。あの私らの前には、前にはすごいキュートなお二人がね、レイティがね、もうさっきも声聞こえてきたみたいな感じで、やって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 絶対ネガティブなことしか言わないんだよ。なかなかネガティブなこと言ってたか。そうそうそう、撮影していいです。なんでバツしてお前バツしてたわバツしてたおかしい。大丈夫です。そう大丈夫です。そうそうそう、言ってもらいたいな。ええさっきの見て、一番最初に見てた。すげえ運命や運命や運命や。どうにもいなくて知ってんねん。知ってんねん。あかん。何やねん。お客さんが出てきはったんや。もうなんかパーみたいな感じでずっと目で追ってたから。わー踊ってたから。いやお前マジで。マジや。さて、撮影許可が出るかどうかわからないままコスプレメイドさんについてきたメンバー。こちらはセカンドの真横にある遊べるメイドカフェ、アイアイハッピータイムさんです。さてメンバーに撮影許可がありますやら、というわけでメイドのソニさん登場。ソニさんがどうもありがとうございました。入れなかったんですね。はい、ソニーです。アイアイハッピータイムというお店ですか。はい、アイアイハッピータイムというお店で、はいはいはい、はい、メイドカフェになるんですけど、メイドカフェ、はい、と一応コンセプトとしては、はい、メイドさんとなんかダーツとか卓球とかしたり、あとは席ではパズルとかしたり一緒に遊んだりできるところなんです。はい、たくさんのメイドさんと遊べるカフェになってます。ソニーさんしっかりしてるな。僕とやな。さっきね、2人の男性の方が出てきたんですけど、はい、出ていかはるときに踊りながら出ていかはる。すごい。あの俺なんかこうやって2人で出てきて、ちょっと2人で楽しかった。あれーなんでこれこんな感じでちょっとおたげ的な感じびっくりしたよ、俺初めて見たから月一でライブの方をこちらのカフェの中でやっていまして、その時は結構盛り上がって、こんなダンスとかやっぱそうですね、お客さんはみんなこういう風にやったらみんなこうやるすごい見てみたいな。見てみたい。ちょっとやってみたいよな。今度ほらもう出てきてこんだけ離れてるのにやってるやってんやもうよっぽど楽しかったんじゃありがとうございます。メイドさんの歌歌ったりしたんですか。そうですね、一応私も歌った。ソニーさんやる。ソニーさんすごいね。次は私とあともう一人のメイドさんがいて、どっちもありソロずつで、わーかっけー。ワイドルですよ。あ、すみません。4階。あ、4階の方たち。4階の方。4階。4階の方。日常会話出てこへんやろ、その用語がよ。違う階の方が。アイアイハッピータイムさんは3階。3階ですね。そうですか。3階です。楽しそうですよ、これ。ぜひぜひ皆さん行ってください。はい。ちなみに何年ぐらい？私はまだ4ヶ月なんですよ。4ヶ月、しっかりさ、子やんか。ほんでそれで歌っちゃったりもする。すごい。もともと歌やってたので、アルバイトなのね。アルバイトね。どんどん言うたかい夢子あれやん。メイドさんやな。メイドさんですよ。生まれてからこの方ずっとメイドですって。日本橋生まれ、日本橋生まれ。そうそう、夢があるね。行きましょう。はい、ありがとうございました。たくさんメイドさんと遊んでください。はい、ありがとうございました。はいはい、ハッピータイムのソニーさんでーす。はい、ありがとうございました。ちょっとこれ、だけどすごいひどなって。ひどい。ここってさ、立ち位置とかもある。あるある。お、引っかかってくれた。言うてみるもんや、これ。何が何が。立ち寿司あるよね。ちょっといっぱい飲んで。これ大丈夫大丈夫。もうね、あのもうカメラマンの方が顔が真っ白で大丈夫。さっきから真っ白。ほらほらほら、ここ止め止めるわ。そろそろ
ガソリンが切れてきた先姉やんのご要望で立ち寿司屋さんへ。電気屋さんに囲まれた場所に突如現れるオアシスと申しましょうか。小劇場界の方々もよく愛用しているリーズナブルで美味しいお寿司屋さんです。これがうわー幸せやな。お店入るとこの番組はいい番組やなと思います。すいません本当にすいません。そうですね、ご主人すいません。もうこれ飲んだら文句言いません。そうですね、もう文句言わない。ちょっと心配ですね。そう、心配なんです。毎月の携帯代は、うまい。まだもう一回携帯でいくら壊れ盛りとかね、大カッパ巻きの上に国に対1枚といくら放射巻きのやつだけど、うわー、これらバチ当たるわ多分。うわー、あーこれすごいっすね。ウニイクラこぼれ盛り、こぼれすぎてますよね。大体こういうのりになってたんで、ガッツリガッツリ。うわーガッツリ、うわー、どうやって食べたらいいんやろこれ。食べ方はもうお醤油はどうすんのこれ。これわさび醤油上から塗っていいんだよ。これがわさび醤油です。塗っていただいて、ここにちょっと塗るんですか。でこっちは合わせ醤油なんでかけていただいて。おいしい。あ、そうか、だから取ってこっちでやってもええしみたいな。どっちがおすすめなんですか。わさび醤油や。わさび醤油塗っていこうよ。こんな僕でも塗っていいですか。もう塗りながれ塗りながれ。うわうわ、暑さと相まってみんなおかしくなってる。おかしくなってる。塗ったバージョン、塗ったバージョンからの春郎さん。ウェーイ。じゃあこぼれてるのいただこう。うわこれ、いただきます。うわこれこぼれこぼれてる。こぼれてる。うわ、もう何、うわーやもう、うわーやからの溶ける。もう溶ける。うまい。ほんまに亀梨じゃなくて大野さん、うまいよ。これすごい。大の大人がすっかり大はしゃぎ。これね、僕ね、時々海鮮食べれない海鮮があるんやけど、全然おいしい。すごいよ、これ色が。これウニ。ウニの。あ、こぼれた。これ。ここに海がささなみがザサーンって海がそのものが何が言いたかったの。まとめてうまい。ちょっとこれは贅沢やな。これはぜひ来てほしいよね、セカンドに来てる人。あ、これは相当高いやつやな。なあ、俺は多分ダッシュで逃げなかった。すいません、逃げます。もう今その瞬間お店の人ピクッ。北海道で食べたウニイクラ丼よりちょっと美味しいかも。それぐらい美味しいです。これでも1500円なんで安いですね。1500円なら逃げんで大丈夫。ほんま、ギリギリのせいちゃう。逃げた方がいいんちゃう。先輩進化してください。明日からお茶漬けにしよう。明日から。すごい国で、日本橋にこんなところがあるんや。いいよね、劇場にこんな近くにこういうお店がどんどんポコポコ出たらいいよね。いいよね、芝居終わりでちょっとみんな食べに来てもいいし。ここ何時までやってあるんですか。10時です。10時。はい、10時。いいやな、まあ1時間ぐらい、ちょっとね、まあ立ち足。あ、そうですね、立ち足。お昼からやってはるの。はい、お昼、11時半から。ランチもね、ランチ海鮮とか。うわ、いいやー、ちょっくらいっぱい引っ掛けてしまい見るのもありっちゃあり。まあね、まあ嫌がる人は嫌がるだろうけど、隣の人嫌やろな、ちょっと先に。どんだけ飲んでる。もうあんたら3枚も乗ってやねん。申し訳ない。ほんまよ、ごめんな。僕らも今日で幸せ。はい、というわけで、って飲んでるところで終わっちゃうの。ああ、次回も続きなんですね。よかった。というわけで、酔っ払ったお三方はどうなりますやら。続く。